いい人ばかりですよね、本当に。そうです、私ね、こんなに私皆さんにね、支援したことないのに、皆さんからこういう支援いただいて、いいのかなって、もう、まあでもそれを止まらないです。作って頑張って、売ってっていうのが、やっぱり一番のお礼だと。そうね、やっぱり売るまでにしないと、出荷したのは90枚以上出荷してます。あ、すごいすごい。でも最初はね、皆さん出す気にならなかったんです。で、私が主で出したら、もう売れちゃって、1回目が3万いくら入ったんですよ。3万ぐらい。ね。っていうのが今、支援物資で売ってるんで、この安くてもいいですけど、これから自分で買って、売るとしたらその値段でいいんですかって言われたと、地元デビューって言ったら、もう必死ですよ、皆さん。あ、素晴らしい。自分が作ったものを地元の人に、対面販売ですよね。そうなんだと思います。やっぱりお客さんの顔が見えないと、だから京都とか大阪で売っていただいたけども、それは大変で、みんな一生懸命動いてやらなきゃいけないんですね。だから、みんなに認めてもらえるようなものを作ってるっていうなんか自信とかにつながったりもするんですか？あ、それはあります。京都に出したら、京都に出してやっぱりね、なんか素人でもすごいなって感じでね、私ね、涙出ましたよ、増えてね。そしてね、仕方ないから出したんだっていう人が、1枚コットンだったので1枚5000円のが2枚売れたんです。そしたら出すようになったんです。それやっぱ嬉しくて。そうだと思います。俺はお金なんかいらねえんだって言うけども、もう実際売れるとそう、そうですね。お金が欲しいんじゃなくて自信なんですね。売ってもらえる、買っていただけるんだっていう自信だと思います。